あ、おはよう。おはよう。さあ、寝ぼすけ父ちゃんと小鳥は起きてるかな？おはようございます。目が開きません。Good morning. いつもこの二人が寝坊します。今回はね、棚を設けたりとか、いろいろ工夫をしてるので、寝る場所がすごく広かったですね。おはようございます。時刻は6時ですね。ちょっと外を見に行ってみましょう。今日泊まっているところは、こんなところです。池です。池の湖畔にある駐車場で泊まりました。すごい気持ちいい。涼しくて。母ちゃん、ナイスロケーションだね。さすが、グッチョイス。すぐね、隣にトイレが併設されています。24時間、使えます。トイレめっちゃ快適。すごい綺麗。清掃が行き届いてるし、過去ないぐらい快適なトイレ。すごくいいところ。池に来ました。貸しボートとかある。やりたい。すごくね、気持ちがいいです。いいところ来たな、これ。いいとこ来たね、青ね。正確な場所の名前、今、画面に出ています。こちらです。ぜひ、遊びに来てみてください。濃密です。さて、今回ですね、いろいろと車をカスタムしてきました。こちら。ここにですね、網棚を作ったんですね。ご覧いただけますでしょうか。こんな感じで、棚を作ってみたところ、ものすごい収納力アップ。めちゃめちゃ車内が片付くということに気づきました。さらにそこからですね、バーを下げてタオルをかけられるようにしたんですね。すると必然とこう目隠し用になる上に、タオルがね結構調子よく乾くという、このダブルシステムを開発いたしました。非常に今回の車中泊旅は快適でございます。朝ごはんの支度です。母ちゃん、はい、よろしくね。朝からメイクバッチリバッチリだね。6時半にはメイクが仕上がる。さすがです。なんと関西ローカルとはいえ、地上波にすっぴんで出た妻、相当後悔をしているそうです。簡単ではありますが、母ちゃんが朝食を作ってくれました。いただきまーす。トースト。岩山クライマー。あー、ここを登ってこれるんだ。すごい。この公園すごい。遊んでおいで。まずはこのロング滑り台挑戦してきたら。あー、おー。イエーイ。小鳥さんどうぞ。おー、イエーイ。すごい、この公園。めちゃめちゃ遊具が充実してます。これ無料で使えるんだ。半端ね。芝も綺麗に手入れされてて、ふっかふかで歩いてて気持ちいい。すごいいい公園だね。蜂は何があるんだ。何これ。レッツゴー。レッツゴー。イエーイ。上がるのか。あー、もう一回。レッツゴー。すごい。やったー。おー、うわー、すごい。さあ、体重大丈夫か。あー、面白そう。めっちゃ揺れております。おーっとっと。おー、危なー。この遊具、レールウェイと言います。レールウェイのここがポイントです。この世は楽しいものほどやたら危険が潜んでいます。危ないことは危ないと判断できる大人になるためにも、注意書きをよく読んでからお楽しみください。スリルいっぱいです。では、
楽しいひとときをお過ごしください。再び元気に遊びに来てくれることを心からお待ちしております。いつまでも遊び心を持った大人に育つように。素敵やないかい。うちは合格だね。なんならもうちょっと大人になりなさいって言われてました。いやーすごいねこの公園、ね、遊具一つ一つ、それから芝までさ綺麗に刈り込みされていて、これでみんなが遊びに来ないなんてもったいない。理不尽だ。明日偶然とはいえね、すごくいい公園で車中泊しちゃった。なんと小鳥さん、無料のスケートパーク、しかもランプめちゃでけえ。これはちょっと素人で入れるようなランプじゃない。嘘でしょ？バーティカル何メーターあんのこれ？ 3 メーター？うわー、すごい。難しい。レール練習するところ、こんなにたくさんのアイテムしっかりと作られていて、安全に設計されていて、これ無料開放やばい。今日は貸し切り、俺全然できねえけど、このランプマジでやばいって。3メーターはあるよ、バーティカル。こんなの誰が入れるんだい。多分ね、トニーホークかトヨタ三菱しか入れない、こんなランプ。すげえな。へえ。この私の表情をご覧ください。やってしまいました。2日目早朝ぎっくり腰。あげん、嘘だと言ってほしい。いや嘘だ、1日で治る、信じよう。あー痛い。次は高岡市ね。あ、クライミングホールじゃない、あれ。そうだな。めっちゃ本格的。見て、超本格的なクライミングホール。多分10メーター、15メーター級じゃないですかね、これ。ここね、なんとって言うんですね、なんと市。小矢部。ノー ETC。 え？いや、降りるときにかかるんじゃないかな。これあれじゃない、新幹線じゃないの、北陸新幹線。高岡市ですね。あれ、ちょっと待ってよ。つまりスミさん、ただです、無料でございます。なんて太っ腹なんだ富山県。ありがとうございます。今日来てるのは高岡おとぎの森公園、ドラえもん広場がね目当てでやってきました。行ってみましょう。母ちゃんは車に残ってお仕事をする時間です。私たちはドラえもん公園を観光してきます。頑張れ母ちゃん。小鳥さん、なんかありますよ。デレン、青公園があるよ。なんと、なんだこれ、遊具だ。うん、行っといで、レッツゴー。ヤッホー小鳥。あ、惜しかったね。
わかりますか、ぎっくり腰やばいっすけどね、父ちゃんは頑張ります。夏休みのためにこの命果てるまで夏休みを遊び尽くす。子供の家がありました。お邪魔します。わあ、漫画読み放題。漫画大好きな漫画だらけだね。好きや、ほら、2本。漫画読み放題だそうです。ああすごい、古本屋さん並みの在庫量。これ読み放題だそうです。偽物じゃないよ、あそこにいるのはみんな本物だよ。あ、土管があるよ、土管。漫画の中と一緒だ。ってことはジャイアンがリサイタルやってんじゃない。返事旋回。おーい、みんな仲間に入れてくれよ。夢にまで見たあの空き地に僕は今やってきました。ドラえもん、のび太、会いに来たよ。やあ池さん、待ってたよ。やあ池さん、待ってたよ。そして我が心の友よ、ジャイアン。僕はずっと君の教えを守っていたよ、ジャイアン。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。ずっとこの土管の空き地に来ることを夢見ていたかもしれません。またすごい遊具ですね、ここも。いってらっしゃい。父は木陰で休む。なぜならぎっくり腰だから。次はこの展望台行ってみましょうか。 Here we go. 入ってみましょうか。いいよ、行っといて。君たちが楽しんでくれる姿が俺には一番だ。しかしどこへ行っても貸し切りだな。ここまで人がいないとちょっと寂しいね。施設も用意してくれてるのに、これ全部無料かい。すげえな。多分ね、ここから展望台だと思います。行ってみましょう。エレベーターに乗って展望台行きましょう。はい、上です。少しください。うわー、すごい、全部見渡せる。高岡市一望できます。すごい。お、新幹線、新幹線、北陸新幹線、バイバーイ。これ東京に行くやつだね。バイバーイ。ちょっと乗ってんのかな。あっちに見えるのが能登半島。能登半島、僕たちはこっちへ向かいます。正面には本当は立山連峰が見えるはずですね。巨人だ。おー、街を踏みつけてしまう。自分のお家を探してみようだって。面白い。そして正面に見えるのはジャポニカ学習帳の本社です。小鳥さん、すごい楽しかったね。地下が面白い。地下のね、なんとこれらの施設全部、展望台も含めてだよ、全部無料。ここすごい。こんなのありってぐらいいろんなの楽しめて、すごくいい公園でした。最高。そしてドラえもんにも会えたしね。天然パーマめちゃめちゃおすすめ。富山県高岡市。公園は芝もきれいに手入れして準備して待ってます。子供たちが遊びに来てくれること。さて、私たちの車中泊の旅はいつもプラン変更が急遽決まります。これから急遽洋上パーティー、船に乗ることになりましたので、急いで能登に行くことになりました。子供たちを楽しませるために全力を尽くす。行くぞ、移動だ。さあ、そういうわけで急いで能登へ向かいましょう。到着予定時刻は13時40分。ギリギリセーフ。高岡、ライドオン。氷見です。ここはなんだっけ、ブリ、ブリが有名。ブリブリ
ここが県境です。ここから石川県、やっほー、池さん人生初の石川県は陸路、今の七尾市ですね。この間無料ですよ。またえ、本当？はい。こんなことってありますか？結構長い距離今走ってきましたよ、無料。やったやった、海沿いの道に出たぜ。俺たちは海を見ながら運転したいんだ。うえーい、すごいビーチサイド。うえーい、わー最高この道路。やったやった。花水町入りました。星空の街だそうです。楽しみ。マイモンの里、花水町へ、やっほー。ああ、着いた。ゆーちゃん。やっほー。鼻水ついたよ。久しぶりです。ゆーちゃん。やっほー。元気ですか？元気だったよ。急遽プラン変更して。うん、急遽プラン変更。ありがとう、ゆきさん。楽しみ、楽しみ。楽しみ、俺らも。イェーイ、無事、ゆきさんたちに合流。ここに到着？あ、ここだ、田舎バスサッカー。え、ここじゃない？ああ、そうだそうだそうだ、カーステイ。ここが田舎バックパッカーズ。イエーイ、田舎バックパッカーホステルハウスか。到着しました。2日間カーステイお世話になります。小鳥、挨拶して、はい。小鳥です。はい、あなたは脱いで、もう。あれ？能登、穴水の漁港に到着です。あの船に乗せてもらいます。こんにちは。よし、乗り込むぞ。船に。とりあえず、現場までライフジャケット着てください。はい。ライフジャケット着ます。出航だー！イェーイ！好きだ、好きだー。ノート、ノート、ノート。いくさん、今回ありがとう。やばーい。しまってやる。さあ、大丈夫、泳げる？あ、行け。お前ならいける。せーの。ふふ。すごいいっぱいいる。
きを。うわー、岩牡蠣これ食べていいですか？そのままで。え？このまま？ズルって言っていいんですか？あ、うん、ズルって。岩牡蠣取れたていただきます。竹田さん、美味しい。信じられない。サザエあげます。サザエあげました。開きました。サザエ、それはどう召し上がるのがいいですか？このまま塩に洗ってそのままガリガリっといただきます。皆さんは取れたてのサザエ食べたことありますか？僕も人生初めてです。取れたてのサザエいただきます。イクさん最高じゃない。サザエってこうやって食べるの？うーわ、美味しい。これ新鮮といえばこれ以上新鮮なものない。これ以上新鮮な食い方ない。うーわ、美味しい。何、どう表現したらいいか分かんないぐらい美味しい。すごい。千葉から来てよかった。やばい、感動やばい。ほんといいの、チビたち。いいか、大人だけで。これはアキラさん取ってくれた岩牡蠣をつるっていくんです。うん、美味しい。やばいだろ。新鮮天然。こんなの食べたことあるか今まで。サザエ、サザエ食べて。そのまま2つ入れます。そのままガブっていってよ。うん、コリコリ。おい、こんなの食ったことあるか今まで。今潜って取っていただいたやつを。市場すら行く前。下手したら生きてる。生きてる。生きてるよ。あの夜バーベキューします。あ、俺幸せ。のぞきてよかった。はい、おいで。夕焼けクルージング。だから投げるの？来たら？落ちてくから一番。なんか来た。待って、回りそう。もう？あ、じゃあやろうか。ほら来た、ほら来た。あ、来た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 。おお、頑張れ頑張れ。アジはね、口が弱いから。ガーッと巻くと口がプチッて切れちゃう。あー、なるほど。頑張れ、頑張れ。やったー、なにこれ。来た来た来た。やったー。巻いて小鳥、小鳥。やった小鳥、アジ小鳥、アジやったー。やったー、小鳥が釣りました。やったぜ。やったね、青。ぎっくり腰なの忘れちゃう。ちょっとだけ死んだふり。なんか心臓バクバクなってる。どうだ？写真撮ってるからね。来た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 。アジだ。あ、ちっちゃいアジとアジだ。あ、イワシとアジや。カちゃんどうした？今巻いてます。アジアジアジ。ちょっと池さんの顔にペチャッとつけたらどうですか？イエーイ。イエーイ。おお、すごい。やるよ。なかなか。ワイルドですね。ちゃん、遊んでた？素晴らしい。今日の夕飯ちゃんと釣ってくれてます。小鳥ちゃんも。アジまた3匹。すげえ。アジまたアジ。どうですか感触は？なんか来てる。あ、来てる来てる来てる。アジとこれベラ？ベラか。バーン。あー、食べた。気持ちよさすぎる感じで寝てますね。どう小鳥ちゃん、この養生パーティー楽しい？うん。釣りと泳ぐのとどっちが好き？釣り。釣り釣り釣り。ほんとこっちはあれじゃない、青くんしか釣ってないんじゃない？あ、なんか釣れた？アジや、アジ、ゆいちゃん、またアジや。すごい。すげー。
アジ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 。大人はまず寝てるのが一人と連れてない母ちゃん。子供たちすごい。やってるやってる。今回は小鳥ちゃん頑張ってる。小鳥ちゃん今日今でもう何匹ぐらい？4匹ぐらい。おおすげえ。アジ？アキラさん今全部でアジ何匹ぐらいですか？12、3匹。ふう、時刻はもう8時過ぎてるんですね。ずーっと海で遊んでました。田舎バックパッカーハウス2日間お世話になるところです。入ってみましょう。田舎バックパッカーハウスに入ったら気をつけることがあります。それは床が今もう抜け落ちそうなので端っこを歩くようにしないと危ないです。キッチン、こちら皆さんで使えるキッチンです。このなんかのれんがこの家の家紋なのかな。やばい、おばあちゃん家にあったのと同じようなタンス発見しました。ただいまより船長による魚のさばき方そして食べ方をレクチャーいただきます。あ、鱗を取るんですね。鱗を取って、はい、裏も鱗を取って鱗なんね、こっちの後、こっちの後を取る。あー、かわいそう。頭もね。わあ。これって何ですか？内臓。なんか鱗取ってるように見えない。本当だ。うん。あれ、顔取った？鱗やるのや、取るのやってみたい。どうぞ。裏側するよ。こう。包丁裏返して。わかった。ね。はい。はい。いいね。包丁の先っぽの方を使って。あ、ちょっと硬い鱗ある。うん、そうそう。それが材料で、アジだけがある。硬い鱗。顔も金だ。いける？後ろからね、斜めにこうやって。こっち側、こっちでやる。こう？うん。こうやってますね。ま、曲がってる、曲がってるけど。慣れると切れるから。自分で釣った魚のさば。待って、全然切れない。無理があるから切れるね。尻尾から？あ、こいつちょっと曲がってる。難しい。こう？あるかも。引っ張って切れちゃうかも。おー、親指危ない。怖い。よし。お姉ちゃん、出てくる？これ男の子だからね、アキラさん。あ、嘘や。ほんまや。男の子。嘘や。嘘や。ほんとだ、ほんと。はい、チーチー見して、はい。あ、ほんとだ。それで俺っつったんだ。そんなの二人だと思って。今男だって気づきました？みんなそう思われるので、全然仕方ない。いや、これほとんどうちの息子が釣ったんでしょ？すごい。信じられない。すごいいい経験させていただきました、今日。青？魚のさばき方をちゃんと見といてね。お前いつかやるようになるんだからね。やったー、塩焼き。すごい食べたい、塩焼き。能登の塩を出すしかないし。能登の塩。アジの開き方を今レクチャーいただいてます。三枚おろしね。三枚おろしですね。いわゆる。三枚、はい。腹骨っていうの。はい。ああ、なるほどね。アジの皮をね取るときはね、背中の方から。普通魚はね尻尾が取る。はい。アジは背中の方から。皮をちょっとつまんで、よいしょ、包丁を置いたら、おお、なるほど、綺麗に取れた、綺麗に取れた。さっき息子が釣ったアジをもう食べれるという贅沢。絶対美味しいに決まってるよ。完全に骨が取り抜かれましたアジです。さすが船長、包丁さばきも素晴らしい。能登の塩を振ります。美味しく振る能登、みんな来た方がいいよ。アジのたたき、よろしくお願いいたします。でん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 、うわーうまそうっていうか、うわーすごい量、すごい量。葵が釣ったアジをさ、食べれるなんて。なめろうはひたすら、はい、みんなご飯です。いただきます。こちらではイノシシのお肉が焼かれております。アキラさんです。穴水の方でございます。なめろうを叩いてくれました。皆さん、アジのたたきができました。
この一日だね、ねしりさん。ね。うわ、美味しい。美味しい。美味しいね、青。美味しい人。いやー。これうまい。たたき美味しい。酒がすごい。うん。やっぱり生姜とすごい合う。イノシシのスペアリブ。だから今さっき。やーべー、食います。うん。うまくない？これうまいわ。おいしい。なにこれ。これ1メートルすごい。全然臭くない。いやべえ、すげえうめえぞこれ。お母さんお母さんで働いてるから、これは本当に俺逆言えば一番いい贅沢かなと思うけど、うんうんうん、自分的にね。